こんにちは、マセン6494です。今回は東京都立川市の秋保の町のホテルで20代の男女を刺した男を特定していこうという動画になります。はい、ということで、2021年の6月1日の3時45分頃に刺された男性から、刺された助けてくれ死にたくないと119番通報があって、で駆けつけたら、意識不明の重体となっているということですね。そしてその刺した犯人が、20代くらいの男性ということで現在逃走中、すごく付近の、皆さんちょっと気をつけてください。刃物持っていると思うのでちょっと危ないですよね。ちょっと興奮状態にあると思うので、ちょっと怪しいなと思った人がいたらちょっと離れてください。で情報もしお持ちの方がいらっしゃったら YouTube のコメント欄、また Twitter のダイレクトメール、また Yahoo メールで大丈夫ですので教えていただけるとありがたいです。すごく怖いですよね。どういった状況で刺されたかとかそういったことがまだ不明なので、これから明らかになってくると思うんですけれど、20代で火曜日の平日でホテル行ってるってちょっとよくわかんないけどっていうのはちょっと思いました。はい、ということで今回は東京都立川市の曙町のホテルで20代の男女を刺した男を特定していこうという動画でした。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。